アルフォンス・ミュシャですね、作の、これはジョブ、J-O-B、ジョブというね、やつなんですけれども。ミュシャは、日本ですごいたくさん展覧会をやられていると思うんですけど、はい、日本人はどうしてミュシャがそんなに好きなのかなっていう疑問です。それはですね、ミュシャが日本を好きだからですよ。あ、そうなんですか。そうですよ。もう見たらわかるじゃないですか、大好きですよ。わかりませんか、日本好きが伝わってこないですか。わかんないです。わかんないですか。ミュシャどこの国の人。フランスとかですか。フランスで活躍したよね、パリで活躍したけど、チェコって国があるのは知ってるかな。あ、うっすらチェコの出身なんですよ。絵が好きで、プラハの美術学校を受けるんだけれども落ちちゃって、でウィーンに出て、ウィーンでブルク劇場っていうところの舞台美術の仕事をやるんですよ。だけどその劇場が火事で焼けちゃって仕事がなくなっちゃって、また国に帰って、そのうち君に才能があるから支援してあげようっていうパトロンが見つかって、でミュンヘンの美術学校に行って、それからパリに行って画塾で学んで、でパリで挿絵、本の挿絵を描く画家、挿絵画家の仕事をやっていたんですよね。そんなにお金にはならない仕事ですよ。それが1895年、ミュシャが35歳の時に思わぬ幸運が訪れるんですね。それがこのポスターなんですよ。これジスモンダって書いてあるんですけども、これは和田さん何のポスターだと思いますか。え、着物ですか。違うよ。ここに何て書いてあるよ。そうだ、テアトルルネサンス、ルネサンス劇場ということは舞台、舞台のポスター、舞台のジスモンダっていう演劇のポスターですよ。でここにベルナールって書いてある、主演女優、女優でベルナールといえばサラ・ベルナールという大女優が、19世紀後半のフランスを代表する大大女優がいたんですよ。その人の舞台のポスターの仕事が舞い込んだんですよ。でこれはラッキーで、このジスモンダっていう演題が年明けすぐの公演だったわけ。それでいろいろ準備がおっしゃって、このポスター書く人がみんな休みに入っちゃってて、でその時印刷所でバイトしてたのがミュシャだったの。それでじゃあ僕書きますよって言って書いたこのポスターが、この大大女優のサラ・ベルナールに気に入られて、あんた私の専属になりなさい、6年間の専属契約を結んだんですよ。だからこの1895年ミュシャ35歳でやっとブレイクで、このサラ・ベルナールと契約結んでた6年間、だから1900年ぐらいまでの間がこの人の黄金時代。この時代にもうバリバリ仕事をして、いろんなポスターを作ったのね。その1枚がこのポスターなんですよ。だからこれもポスターなの、宣伝なんですよ。何の宣伝だと思いますか。ジョブって何だと思いますか。タバコ。おお、どうしてわかった。なんか持ってませんか。よくわかったな、これがタバコだと。これがタバコの煙なんだけどね、はいはい、もうデザイン化しすぎちゃっててわかんないんだけど、ジョブはね、タバコというよりタバコを巻く紙なんだよ。これ今でもあるんだよ。すごい、かわいい。今でもあって、こうやってタバコを巻く紙なんですよ。ここに葉っぱを置いて、こうやって手巻きで巻いてタバコを作る、そのタバコの巻き紙のポスターなんですよね。でこれを見てどういう印象を持ちます。おしゃれっていうか、かっこいい。ここでね、やっぱり日本好きが現れてるんですよ。というのは、そのミュシャが活躍した時代の、まあ、19世紀後半のヨーロッパは、前もちょっと言ったけども大日本ブームで、その大きなきっかけになったのは1867年のパリ万博に日本が初めて出品してるんですよ。この時は江戸幕府として出品してるんですよ。それから1873年には今度ウィーン万博があって、ここは日本は明治政府として初めて出品した。でそんなこともあって、ミュシャがいた頃のウィーンでも大日本ブームなわけで、出てきたパリでも大日本ブームなわけですよ。だから私物の中に結構こういう日本の工芸品だとか浮世絵だとかあるんですよ。いわゆるファインアートだけじゃなくて、こういうミュシャみたいなコマーシャルアートの分野でも日本は実は大影響を与えている。